アフリカケニアの丸絞りジュースがえぐい。目の前には絶対に落ちてはいけない溝があります。いろんなフルーツや野菜、ハーブ系がずらーり並んでいるこちらのお店は丸絞りジュース屋さん。なぜか地べたにパイナップル。ケニアには珍しい全自動の絞りマシンを取り入れてます。好きな食材を選んでジュースにしてくれるらしくって、壁には体重減少、精力競争、逆流性食道炎、風邪、腎結石とかいろんな症状に対してのおすすめジュースメニューが書いてあります。目に良さそうなアイジュースをオーダーしたんだけど、セロリがありません。代わりにお通じが良くなるジュースをトライしようとしたんだけど、リンゴがありません。すべての材料が揃っているメニューはほとんどなし。今ある材料で作れそうなのは腎臓デトックスジュースってことで、そちらに挑戦。生姜、人参、きゅうり、そして大根も追加で入れると言われたので、お姉さんにお任せ。絞り取ったらスイカジュースと何かしらのジュースをミックス。小さいカップは50円、大きいカップは100円。あ、めちゃくちゃウリの匂い。キャロット強いね。めっちゃウォーターメロンです。お姉さんおすすめの組み合わせはキュウリ、人参、ライム、サトウキビジュースってことで、そちらにもトライ。え、めっちゃ美味しい。多分めちゃくちゃ野菜、健康になる味。サトウキビの味が強いですね。めっちゃ美味しいジュースなのに健康にもいいって最高すぎない？ケニアに来る機会があったらぜひトライしてほしいな。